青山義次は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。前田氏の家臣、加賀藩青山家の祖。官位は、地獄石田、沢渡守。天文11年、青山信政の子として、尾張国で誕生。15歳の時に、織田信長に仕えた。その後は、前田利家に仕え、寺西久兵衛と、前田利政即女との子である長人を正室に。 迎えた。天正三年、越前府中二十一人衆の一員として、功績を称えられ戦国を授かる。天正十一年の静ヶ岳の戦いでは、前田利長に従い功績を挙げ、二戦国を、加増された。その後も末森城の戦いや八王子合戦などに、年家に従軍。天正十三年、笹々市とそれにおりきした、平野の姉が孝子氏が、富山の役で、 秀吉に降伏し、前田家に、腰中国造軍が与えられると城西城の首相となる。文禄四年には年長に残る新川軍が加増され、上杉家の越中州から、軍内の諸城を、この長政らと共に受け取る。文禄慶長の役では年家に従い非全国に行き、慶長三年に、十五位下助渡し森となる。慶長五年に起こった、 大正寺城の戦いの時、金沢城の守備に回った。慶長17年6月に、宇オで死去した。養子の長政が後を継いだ。墓は、天神山にある。長政は、川尻秀高の娘で、吉春院の名の末主伝とその前夫、浅野左近の子である。なお、吉寺系室となった、山崎長徳娘が生んだ次男、昌米の次男は、祖父。 蝶徳の養子となり、大正寺藩士、山崎ゴンスケ家を建てた。婚礼前に、前田敏奈が養女となる。ガモウ騒動に伴う上杉家の東貫原と、新川の交換による。加賀藩文書に、加造や城の受け取りを記した記録。ありがとうございます。